それでは大畑館長の定例会見を始めたいと思いますでは、館長冒頭一言よろしくお願いいたしますはい、えーえー、私からまあ冒頭ご報告する課題は三、えー、点ほどにさせていただきます、えー、一つはあ先ほどお陳情を受けまして、えーえー 皆さんもご存じの特定秘密保護法に関する件についてしっかりと民主党としても対応してほしいとこういう要請を受けましたもちろん同時にまた福祉問題についても介護保険に関して 政府の今の改正の方,は方向は、私たちとしては賛同することはできないという趣旨のものでございまして、これは日本高齢退職者団体連合の方からの申し入れでありますが、この介護保険制度の改革の問題、あるいは特定秘密保護法に関してもそうでありますが、 この問題について、しっかり民主党として対応してほしいという、署名を含めての要請を受けたところであります。77万人の方々を代表する方々からの要請でありまして、民主党としてもしっかり受け止めて、 対応をしますとこういうお話を申し上げたところでありますまあ私と海田代表それから組織の方かとともにこの問題についてお受けをしたところでありますこのことについては今後通常国会でも大きな課題でありますから山井厚生労働次の内閣の大臣も同席して この件についいてお伺いしたとこころであこであありりまますすれが一つつ二には大会でありますが2月の8日9日2日間にわたって大会を開催させていただきましたその席にちょうど民主党の公式ハンドブックというのが正式に完成がしまして 全国で一斉に発売もさせていただいたただところでありますこの公式ハンドブックの中には1998年に民主党を結成してから今日までの主な経緯歴史等が書いてありましてまた選挙の時にお配りをしたマニフェストの内容についても すてて、えー、網羅してございます、まあ、そういう意味では、まさにこの表紙にありますように、まあ、民主党の歴史と、それからビジョンというもの、どういうものを民主党が求めてきたのかと、まあ、こういうことが、この1冊の資料の中にすべて入っているわけであります。また 昨年の一昨年ですか、12月から解雇体制になりましたが、その後、どういう検証を進めてきたのかと、こういうことも含めて、この一冊の本の中にまとめさせていただきました、ぜひ皆様方にもご覧いただければと考えているところであります。また党大会でありますが、この党大会についても、いろんなご指摘をいただいておりますが、 私たちは福島における県民の皆さんからのいろんなご意見も賜りながら今日までやってまいりましたが福島の復興なくして日本の再生はないこういうメッセージを党大会を通して発信をさせていただいたと考えております。 この党大会、例年は1日で行っておりましたが、今回は2日間にわたって大会を実施させていただきました、その目的は、この1年間、いろんな形でご意見をたまりましたが、国会議員だけの議論の中から政策を作るという、どちらかというと、そういう傾向がありましたけれども、 これからは自治体議員の皆さんを中心として地域の声をいただきながら政策をまとめていくとこういう姿勢を示すために2日間のうちの1日目においては6つの総合調査会の 場を検討する場を設けまして、まあ、地域の方々の声もいただきながら、政策をまとめていくということにさせていただきまして、そういうことから、大会当日にもその旨を含めて報告をさせていただき、2014年の活動方針というものを決めさせていただきました。 まあ、そういう意味からあの従来の党大会とは別な形で新しくスタートする民主党の姿を表現できたのではないかと考えております。また同時に、えー、昨日の朝でありますが連合との意見交換の場でもこれまで1年間の活動を踏まえて 民主党として、中長期にわたる戦略といいますか、方向性というものを、これから打ち出すべきではないかというご指摘もございましたもちろん、民主党に対する厳しいご指摘をいただいている状況は、まだまだ出しておりませんで、厳しい状況は続いておりますが、そういうご意見もいただきながら、この党大会を、 契機にさらに前進し続けるという姿勢を示すことができたのではないかと考えております。それから、もう一つは、最近でありますが、やはり特定秘密保護法が昨年くれ成立したということもあるかもしれませんが、 えー、国際ジャーナリスト組織の国境なき記者団、まあ、本部はパリにあるそうでありますが、まあ、12日に発表した世界各国の報道の自由度を順位付けした報告書では、まあ、日本は昨年は53位でありましたが、59位に後退したと、まあ、こういう、えー、報告があございました。あこのお 柔度の順位付けという意味で交代してしまったことは大変残念でありますが私たちとしてもこの国際的な指摘を受けてこれからまたこの特定秘密の方法についても報道の自由あるいは国民の知る権利というものをどう担保した国にするかと。 こういうことで、この通常国会の中でも、この問題についてはしっかりと対処してまいりたいと考えております。NHK 会長の発言、あるいは経営委員の発言等も、国際的にもどうなのかというご指摘もいただいているようでありますから、このことも含めて、党としてもしっかりとした形で、 日本の報道の自由、あるいは国民の知る権利、それから報道における不縁不当というのが担保できるような環境を作ることができるよう努力をしてまいりたいと思います。なお、この NHK の会長発言等々についてはプロジェクトチームを作りましてこの内容について 検討をし、どのような形で党として対応すべきかということも、関係の皆さんのご努力をいただいて、方針を決定し,してまいりたいと考えているところであります。以上、私の方からは冒頭の発言とさせていただきまして、あとは皆さんの方からのご意見をいただいて、ご質問にお答えしたいと思います。よろししくお願いします。 それでは、えっ、ー、と、お名前を名乗っていただいて、一問一答でお願いいたします。じゃ、どうぞ。共同通信の大沢です。はい、よろしくお願いします。お願いします。えっ、ー、と、党大会の話なんですけれども、あの、福島復興推進会議で取りまとめた、の中間提言の話なんですが。いろいろ、あの、まあ、なんか波紋を呼んでいるような感じになって。で、ですね。 除染で出たその放射性廃棄物の最終処分場を総理の膝元に設置するという文言なんですけれども、これは、えっと、見直すということでよろしいのかどうかということですが、見直すのであればその、まあ、どういう理由から見直すべきだというふうに判断されたのかです、ね、教えてただいまのお党大会のときの福島復興推進会議の 中間まとめの中に、今ご指摘のような内容が入っておりましたが、私がこの福島復興推進会議のに要請しておりますのは、福島県内の除染、あるいは住民の方々の帰宅支援、それから保証関係等々について、 えー、福島県内のご意見をいただきながらまとめるようにと、まあ、こういう要請をいたしましたが、えー、8日の日のお意見をおいろいろいただいた中に、えー、今ご指摘のような最終処分地をどこにするのかと、例えばということで、そのような指摘があったことは事実であります、えーまあ、いろいろお話をいただいておるところでありますが、 基本的には中間貯蔵施設というのが最終処分地になってしまうんじゃないかというような懸念がございまして基本的には県外に最終処分地は求めてほしいとこういうことも含めてございましたが最終処分地をどこにするのかというのは福島復興推進会議の範疇からは ではないと判断しておりまして、これは昨日の朝の役員会でも最終処分地についてはこれは次の内閣キャビネットで議論をして方向性を決めようとまあこういうことに整理をさせていただきました。現在あの本部長がまあ海外に行っておりますので戻ってきたらその最終的な文言については。 調整するということで10日の日のお昼の頃でありますが本部長とも話をして分かりましたとこういうことになっております従いましてこのことについては昨日役員会で整理をさせていただきましたように福島県外にというその県民のご意見というのは大変大事でありますが最終処分地をどこにするかということについては次の内閣で議論をして 決定すべしと、まあ、こういうことに整理をさせていただいた、ところでございます。以上です。他に。ございますでしょうか。じゃ、そちら。読売新聞のはじりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。都知事選についてお伺いします。はい、あの。えっと、民主党が勝手連的に支援した細川さんが。はい。 舛添、ねはい、さんに敗れるという結果に終わりましたけれども、連合が舛添さんを支援するということで、結果、民主党とねじれるということになったんですけれども、うん、選挙中、なかなか戦いにくかったという声もあるんですけれども、幹事長はどのように受け止められているでしょうかということと、うん、もう一つ、ねじれたことっていうのが、はい、まあこの結果がです、ね、今後、党と連合との関係に影響をしてくるとお考えでしょうか、それとも影響はないとお考えでしょうか、教えてくださいはい。 あの2つご質問いただいたと思いますが、まあ、1つは、この連合とのねじれというものについてでありますが、もともとこれ、連合がの支援する方と、民主党が支援する方は、 まあとなったことは事実でありますが、まあ、これはもともと組織体が違うわけでありまして、連合は連合として、いろいろと地域の話を聞きながらあ、舛添さんを支援するという方針を決められた、まあ、民主党は東京都連が中心となって、その候補者の中では、細川さんを支援するとあの、これも組織的勝手連という形ですが、決定したことは皆さんもご存じのとおりであります。 えー、このことが今後、えーその、民主党と連合との間の関係に影響を与えるのかでありますが、まあ、基本的には組織体が違うんですから、違う候補者を応援するというのは、これはありる,ることでありまして、えー、全国47都道府県連でも、連合の方針と民主党県連との 支援,支援支持方向というのが違うということは、これはあ,のあ,るあり得ることでありまして、私はこの連合との関係について、今後、大きな影響を与えるということには考えておりません以上です他にございますか。じゃあ 朝日新聞の小野ですす、はい、よろししくお願いま教育委員会制度を、うん、あ教育改革についてなんですが、はい、教育委員会制度を改正する法案を与党側は今国会に提出する見込みなんですがその民主党は昨年の通常国会で、うん、教育委員会制度を廃止するという旨の法案を出しています、うん、でその教育委員会制度を廃止するという立場で、うん、えと党内の意見集約っていうのはできているというふうに。 お考えでしょうかお願いしますこのことについては、また政調会長とも聞いていただきたいと思いますが、まだこのことについて、教育委員会を廃止すると、こういうことで方向性が決まったというような報告はまだ受けておりませんので、いずれにしても非常に大事なものでありますから、 あ、次の内閣の中でよく議論をして、方向性を決めていただきたいと、そう考えております。はい。あ、朝日新聞の小野です。はい、すみません、今の追加しまして、はい、えっと、ということは、えっ、ー、と、昨年に出したつ、えっ、ー、と、法案を。えー、まあ、見直すという可能性があるという認識でよろしいでしょうか。あの。去年は去年として、改めて、どうするかというのを。 キャビットの方で決めていただければと思います。はい、えっと、N. H. K. の石井です。はい、えっと、明日民主党の、あの、憲法総合調査会がありまして。はい、ええー、自民党公明党の、あの、国民投票法に関する、考え方が説明されるということですが。<な>あの、先週の会見でも伺いましたが、あくまで、その。この、えー、事項案に対しては、どういう態度で、え、望むのか。 党として前週は党として法案を出すというような公開党でしたが、うん、あくまでそういう方向になっていくのか、憲法調査会の方で、いろいろ議論をいただきながらあ、2005年の憲法提言を踏まえて、えー、枝野会長の下でやっていただいておりますし、2月の8日の党大会のときにも、いろいろと あのディスカッションをを議論ししていたただきました、まあ、そういうものを踏まえながら、民主党としてどういう方向性を出すかということですが、まあ、私が今、こういうことになるでしょうということではなく、まあ、憲法問題もそうでありますが、非常に微妙なところもございますので、これについてはあくまでも晩期公論に決すべし、まあ、いろんなお考え方がたくさんあるわけでありますが、 それをみんなで議論して、方向性を出していくという原則に基づいてやっていただければと考えております。以上ですではどうぞ 日本経済新聞の沼口さんよろししくお願いします,、はい、す NHK の経営委員の話が、えー、幹事長からも出ておりましたけれども、あの経営委員の百田直樹さんがツイッターで、まああの、民主党に対してもっと頑張って自民党に要求してあの国会に呼び出せよというふうなあのツイートをしておられるんですけれども、うん、まあこれに対して、あの幹事長はどう お考えになるのかということと、あの与党は、経営委員個人の,あのまあ予算委員だったり、総務委員会に対する招致というのをまあ基本的には認めない方向ですけれども、まあ、民主党としてどう対応していくのかというのを含めてお願いします、はいえー、今、ご質問いただきましたが、あの百田さんがです、ねえー、読んでくれということを、ツイッターでえー発信しているというのは、私も存じ上げておりますが、 2月の17日月曜日に総務委員会の集中審議、これは衆議院ですね、れから2月の19日水曜日には参議院での総務委員会の集中審議が行われるという予定と聞いております、このそれぞれの委員会の中にで、ぜひご本人が読んでいただきたいと、こういうふうに言ってるんですから、自由民主党さんもですね、 えー、本人が希望してるんですから、これを認めてあげたらどうかなと思うんです、やはり、えー、ご本人からあしっかりとお、そのご本人の思いというのを聞くことも大事です、えーまあ、そういうことから、私としてはぜひ、この衆議院、参議院と両方とも、まあ、集中審議をやるということになっているようでありますから、今、ご質問いただいたように、まあ、ご本人のご希望に従ってですね、 ぜひ、えー、この委員会の中で、えー、ご,ご本人の考え方を、えー、明らかにしていただくことが必要だと、私もそう思います他にございますか、NHK、えー、NH の石井です、はいえと。集団的自衛権の行使をめぐってなんですが、はい、あの予算委員会でも安倍総理はあくまで温暖化への報告を待ちたいというふうに終始してますけれども。 一方で野党あの、ね、維新の会が党内議論を経て4月をめどにまとめたいということをもう態度を示していますで、民主党もあくまでその政府・与党の考えを待つという構えなのか、それともまあせっかく調査会で議論をしているので、一定の段階でそのやっぱり結論を出すという考えなのか、出すとしたらそ具体的にどのぐらいを目指しているのか、4月なのか、その辺のお考え、あればいいます。はい あの日程的なことについては、今申し上げる段階ではないと思いますが、いずれにしてもです、ね、昨日の総理のご発言等を伺ってますと、なんか自分が総理大臣としていろいろと判断していくと、あとは選挙で国民にその判断してもらうという趣旨でありますが、 憲法問題というのは、そういうものではないと私も思いまして、えー、このことについてはあの、えー、どうも自民党内部からも、総理の発言は踏み込みすぎではないかというような声が、あまあ、公然とお出ているという話もお、この報道で知っているところであります、あの伺ったところでありますが、まあ、この憲法問題は、あの総理もです、ね、あまり乱暴なことはやめて、 やはり立憲主義に基づく政府としての首相の総理の判断と行動をすべきではないかと、そう考えております NHK c ですが、ご案、はい、ですが、あくまであの日程的なことは別として、あの党としては見解を出すと思うんですけれども、その報告書を待つ,待つという姿勢なのか、どうなのか。 与党は与党としていろいろとご検討されているんだと思いますが、まあ、民主党としても、えー、この問題は非常に大事な問題でありますから、あ憲法調査会と、それからあ安全保障に関する調査会も、総合調査会もありますので、まあ、その関係数字の方と、 まあいろいろ相互にお話をして一つの民主党としての考え方がまとまるように私としては期待したいと思います。他にございますでしょうか。じゃあ三毛さん。三毛新聞の南條です。はい。えっと国会改革について与、えーはい、野党で協議は進んでいると思うんですが。うん あの委員会に付託するということについて、民主党の方は反対してるんでしょうか、なんかそういった話もあるので、うん、幹事長としてご見解をお願いします、はい、あの今の国会改革についてでありますが、あの一部の新聞で、そのような記事を拝見させていただきました、まあ、そこで現場にあの方に電話で確認をいたしましたが。 どうも報道内容が不確かなようでありまして、今、そういうふうな報道されていることも、あの一つはですね、えー、先日、野党の幹事長会談というものを、職域局長会談をさせていただきましたが、その時に与党の、与党って言いますか、政府の閣法を審議するのが委員会だけな,だだだけなのかと。 要するに、委員会、国会というのは内閣の下請け機関ではないと、したがって、議員立法というものをもっと大事にですね、えー、各法と同等に委員会の中で審議できるように、与党にと言いますか、政府の方にも与党の方にも要請しようと、まあ、こういうことで一致したわけであります。したがって、それに基づいて、あの与党の方もいろいろ考え始めているのかもしれませんが、 改めて、この問題については、民主党の方として、その、委員会付託に民主党が反対しているということはありません。したがって、よく与野党でこれは話をしてですね、どういう形で、委員会で議員立法を審議していくのかということについて、 一つのまあ新しいと言いますかね、あの国会改革の一環として物事が進むように期待したいと思います。他にございますか。関連して国会改革について伺います。日本経済新聞の沼口です。はい、あの昨日あの国会改革のあの実務者である後藤国対委員長代行が、あの記者会見してあの即時不宅についてですねあの。 まあ即時不託ということはありえないということだというふうなことを記者会見でおっしゃっているんですけれども、これはあの今日の幹事長のその会見で先ほどおっしゃった発言の方があが、正しいというか、その党の見解だということで、理解でよろしいでしょうかはいあの、えー、と後藤さんともちょっと話したんです、えー、どういうことに今なってるんですかという話を申し上げましたが、まあ、基本的に、その。 どうもそこら辺がですが、ね、付託した後どうするかというのが曖昧なんです、ですから、各方と同じように、きちっと委員会で審議をするということがあの担保していただかないと、えー、ただ付託すればいいということではありませんから、その後どうするんですかということの今、詰めの話をしたいと思ってますと、まあ、こういうお話でしたから。 今の後藤さんの記者会見のお話がございましたが、まあ、私ども、民主党というだけじゃなくて、野党の各党も議員立法をきちっと閣法と同じような位置づけでその審議、実質審議してほしいということを要,請して、ま、要求してますので、それが担保できるようになるように、今、いろいろと意見交換を始めたという段階だと思います。 他にございますか。よろしいでしょうか。はい。はい、それでは、えっ、ー、と、今日の会社会見これで、はい、閉じさせていただきます。ありがとうございました。